している場合などでもこれを飛び越え目的地へと進んでいきます。建築物や瓦礫が障害となってます。前輪を持ち上げるテクニックフロントアップによって乗り越えて前進することができます。高さのある場所から飛び降りる際はフロントアップして後輪から着地することでバランスを取ることができます。ありがとうございました。
私今ね、感動しております。こうして人が見えないところで努力してですね、日々腕を磨いておるんですね。はい、本当にご苦労様です。まあ私もですね、過去、方向指示器不履行、一旦停止無視、あと、ドライバー時代に過積載、まあいろいろとね、白バイをはじめとした警察官の方にはね、手間をかけさせていただいたんですが、まあ本当に彼らのこういったね、日々の努力、陰での努力をね目にすると手を煩わせてはいかんなと改めて、実感いたしました。まあ私出張でね愛媛来てるだけでね、はい、明日高知帰るんですけどね、はい、高知県民です普段、はい、なんかすみません、はい、明日高知です、明日から高知です、はい、たまたまイオンモールでやってました。はい。